学ぶをハブファンへようこそ。このポッドキャストは子どもたちに関わるすべての大人たちが自分軸を大切に毎日をハブファンするための情報を発信しています。皆さんこんにちは。自分の働き方は自分で選ぶフリーランスティーチャーのじゅんじゅんです。1月も、ね、10日になりました。いよいよね、明日から新学期っていう方も、ね、多いと思います。今日のテーマは、まあ、それにちなんで3学期学校に行くのが気が重い先生たちへ、このテーマでお話をします。いやあっという間の冬休みでしたよね。皆さんゆっくり体を休めることができましたか？まあ、私はね、大体、まあ、遊んでるかサウナに入っているか、まあ、遊んでいるうちの一つゴルフしているか仕事しているか、まあ、その大体どれかなんですけども、まあ、でもね、普段できないことをアクティブにしていました。子供たちにね、会うのも久しぶりに会うのも楽しみなんですけれども、人間っていうのは本当ね、まあ都合のいいもんで、ずっと休みだったら退屈するくせに、まあね、あと 2,3 日休みだったらなーなんて思ってしまいませんかね。私は思っちゃうんですね。まあ、それが人情なんじゃないかなって、人情ってやつじゃないかななんて思うんですけども、まあ、そうは言ってもね、明日から冒頭でもお話ししたように3学期がスタートする方も多いと思うんですね。まあ、今皆さんどんな気分ですか？久しぶりの子どもたちとの再会を本当に楽しみにしている方、もしかしたらね、いやもう明日で冬休み終わりだ、もうあとは春休みを待つしかないとかね、夏休み早く来いとかね、まあ、ひたすら気分が落ち込んで本当にどんよりしている方、まあ、それぞれだと思うんですね。ね、今挙げた3つの気分って私が過去感じていたことなんですね。まあ、つまりもういつもね、子供と笑顔でずっとワクワクしていそうな隣のあの先生も、実は去年の今頃は早く週末来ないかなとか、夏休み早く来てほしいって、まあ、そんな風に実は思っていたりするんですよね。いつもみんな同じ気持ちっていうわけじゃなくて、その年その年で早く会いたいとか早く休み来いなんてね、まあ今それぞれいろんな思いを抱えているもんなんですよね。だから私も漏れなくそういった気分を過去味わっていたんですけれども、ただね、まあ、いつの間にか緊張することもあまりなく、なんかこう新しい楽器の前日やまたその当日も腰もね、それほど重くなく、まあ、軽く穏やかな気分で迎えることができるようになっていたんですね。まあ、それって実はね、自分の気持ちをこうそのままこう野放しにしていたんじゃなくて、ある仕掛けを自分でするようにできるようになったからなんですね。なので、もしかしたらね、どんよりしている方にちょっとでもなんか参考になればなーなんて思って、今日はお話しします。とは言っても私だってわからないんですよ。もしかしたら数日後どんよりしてるかもしれない、早く春休み来てくれとかね、そんな風に思ってるかもしれないし、もうそのアップダウンはね、誰しもある。でもできるだけ穏やかに過ごすための仕掛けについて今日お話ししていきます。その仕掛けというのは、例えるんであれば、お侍さん、突然時代が変わりますけど、お侍さんがこう戦い戦に向けてね、刀とか弓とかそういった武器をこう次々に蓄えていたと。でいざいよいよ戦い戦だっていう時になったら、その全ての武器を背負っていくのではなくて、えりすぐりの武器一つだけを持ってこう敵に向かっていく、そんなイメージが
その仕掛けなんですね。よく具体的に逆に分かりにくくなってるかもしれないですね。伝わってないかもしれない。まあ要はね、武器の持ちすぎってめちゃくちゃ重いじゃないですか。動き鈍くなりますよね。だからあまりに多くの教員であれば、あまりに多くのあれもこれもっていうのをこう背負ってスタートしてしまうと、かえってその武器の持ちすぎが自分の首を絞めたり、あとはあれもやらなきゃこれもやらなきゃいけないっていう窮屈感を自分で自分自身に与えてしまうっていうことをね、過去の私はやっていたんですよ。だからこの時はやっぱり前日から、ね、当日は腰重かったんですよね。まあそれまではね、休み中ってあれもこれもなんていうふうに思ったりするんですけれども、まあそのなんか自分で自分を苦しめていたそのおかしさに気づいてからは、まあ、次のような流れでね、自分の腰を軽くするように仕掛けていました。4つの流れです。まず1つ目は冬休みに入る前から実は始まっていて、まあ、3学期のスタート、まあ、大体1週間とかね、まあ、もしかしたら3ヶ月分も準備しちゃうっていう人もいるかもしれませんけど、まあ、私はその辺はもう無理せず、1週間分の準備をしていました。まあアバウトなね、ざっくりした、ね、予定は立てますけれども、ちょっと細かめの準備は1週間分しておきました。で次に2つ目です。冬休み中の仕事の準備、まあ、つまり3ヶ月間の見通しですね。もうそれはやりたいようにやりました。そして3つ目、3学期の前夜、ね、準備して蓄えていたあれこれをもう一旦全て捨てるようにしてました。もうノープラン。そして4つ目、もう当日を迎えたら準備していたうちの6割ぐらいができたらもう OK、まあ、半分できたら OK かな、まあ、そんな心持ちでいました。まあ、つまりね、冬休み中に準備していた、まあ、目の前に子供のいない机上の空論って、まあ、目の前の子供たちのこと分かってるつもりでもう実はちょっとなんか持っちゃってるところがあるんですよね。だからいざ実際に子供たちに向かった時に目の前の子供たちに合わせて改めてカスタマイズしていく、そんなイメージで焦らずできることを進めていく、そんな予定を立てていました。まあ、準備していたあれこれってね、もう先ほども言いましたけど、ちょっと持っちゃってるんですよね、子供たちが目の前にいないから。だからその、まあ、危険というかあるので、だからこう忘れちゃいけないのは、腰が重いのは先生だけじゃないってことです。子供も同じなんですよね。こうのんびりムードで来るわけですよ。だから子供たちの中にはまだ冬休みいいなって、冬休みでいたいなって、もう大半の子は思ってるわけですよ。だから初日からあれやるよこれやるよってこうエンジン加速していったら、もう待てってこう乗り遅れる子たち続出になっちゃうんですよね。まあ、待ってなんて言わないかもしれません。なんかもうぼーっとしてるかもしれない。だから何事も自分がやろうとしていたことのうち、まあ6割できれば合格と思って自分からゆとりを作り出す。一回もう全てのプランを放り出して、ね、ノープランでいく、まあ、それをでゆとりを作り出していく方にフォーカスしていった方が自分も子供も無理のない、スタートになるんじゃないかなって思います。まあ、最後にね、あまり人様にね話したことのない、実は私めちゃくちゃ照れ屋だったんです。今でこそね涼しくなりましたけども、なのでやっぱりそのあれもやこれもやらなきゃっていうことだけじゃなくてね、子供に久しぶりに会うってことがめちゃくちゃねちょっとハードル高かったんですよね。なんか照れくさいっていうか、何お前照れてんだって感じなんですけど、なので実は始業式前日に明日からの学校生活の気が重くなる理由の一つに、その私の性格のね、照れ屋であったり恥ずかしがり屋であったり、まあ、内向的であるっていうところがやっぱあったんですよ。だから今でも基本的その性格は存在するんですよ。でも人や物への好奇心の方が勝ってしまっているので、照れ屋さん気質は薄まっているっていう感じなんです。まあ、そんな私なんで情けないんですけど、本当に久しぶりに再会する子供にもね、多少の照れが
入ってることがあったんですよ。なんか妙に意識しちゃうっていうのかな。それを克服するために、まあ、演出っていうほどじゃないんですけども、あることをしてました。それは子どもたちが教室に入ってくる時間に、なぜか私は教室周辺の掃除をしていたんですね。ほうき持って掃除しながら、なんかこうがっつり再会に向き合う子どもたちをこう正面から迎え入れるんじゃなくって、なんかこう掃除しながら、もう久しぶりみたいな、そんな感じでやってました。その方が自分も自然体だし、まあ、子供は全然気にしてないかもしれないんですけれども、でも中には私みたいにテレ屋さんもいるわけですよ。もう真正面から来られると、ああやめてみたいなね、なんかそんな子もいる。だから何気なく、あ、お久しぶり、元気だったみたいな、そんな感じで出会うと、なんかこう誰とでもこう肩の力を抜いて出会うことができる。でもがっつり掃除に没入してしまうと、没頭しちゃうと、あ、なんか先生朝から掃除してるみたいな、そんな認識になっちゃうので、ちょっと注意が必要なんですけどもね。だからほうき持って何気なく全員に目を合わせたり声をかけたりしながら、私はあなたに関心持ってるよっていう、まあテレアでもそういう気持ちは昔から持ってたんですよね。だからそういうメッセージを初日から送ること、まあ、この一つだけは必ずやるようにしていました。今日は3学期学校に行くのが気が重い先生たちへというテーマでお話をしました。ぜひね、今日の内容に関するご感想ご意見お待ちしています。また質問も、ぜひお寄せください。教師のメンタルヘルス、フリーランスティーチャーについて、あとは学級経営などの質問をお待ちしています。そういったメッセージや質問は LINE 公式から登録していただいて、メッセージ送ってください。それでは次回のポッドキャスト YouTube まで Let's have fun! バイバイ!